あです。今日はテム購入品を紹介しようと思います。ちょっと私初テムさん購入してみたので、今回特別なキャンペーンがあるそうなので、そちらをご紹介したいと思います。概要欄のリンクをクリック、またはアプリの検索バーで DPT2565 を検索すると、なんと 30% オフクーポンがゲットできます。で、しかも送料無料なのと、90日以内だったら返品が無料です。で、クーポンが24時間以内が有効なので、早めに使ってみてください。はい、なので気になる方はね、こちらの概要欄をぜひチェックしてください。ちょっとお得なので、この機会にぜひ。テム気になってる方多いと思うんですよ。私もずっと気になっていて、やっとデビューいたしました。テムデビューですね。いろんなジャンル買ってますので、楽しみにしててください。では早速ね、紹介していこうと思います。もうね、早速着ているこちら、じゃん。ズボンもめっちゃ可愛くない？上下柄でめちゃくちゃ楽ちんです。で、ウエストもゴムで、もうさ、パジャマは絶対さ楽なのがいいじゃないですか。で、柄もめっちゃ可愛くて、本当に着心地めっちゃいい。すごい伸びる、しかもほら、めっちゃさ、肌触りも良くて、今中に私はチャミを着ているんだけど、もうこれで寝ようと思います、今日は。これを着ようと思います。めっちゃいい。では、二つ目は、じゃん！こちら。みんなさ、めっちゃ使ってると思うんですけど、めちゃくちゃ入るボトルです。じゃーん。こちらなんと1リットル入る。普段からさ、お水飲まないとなので、ちょっとこういうのをちょっと憧れてまして、今回買ってみたんですけど、めっちゃ軽いし使いやすそうで、ピンクだからさ、気分が上がる。こんな感じで。お家でも、カバンとかに入れても使いたいです、これ。可愛くない？ピンクが。こんな感じで見やすくさ、数字も書いてありますね。こんな感じ。ネイラちゃん、可愛いでしょ？飲みやすい、しかも。ほら。口も大きくて。絶対使いやすい。めっちゃ軽いです。やっぱさ、1リットルもさ、入るから絶対重いじゃん。だからこれくらい軽くないとね。はい。お次行こうと思います。はい。お次は、じゃん！サングラス買いました。ピンクのがさ、すごい可愛くて、こちら。じゃん！めっちゃ可愛くない？めっちゃ写真通りです、こちら。可愛い。かけてみます。どうですか？大丈夫そう？まあ、海とか、海外とか、ピンク服着た時とか、なんかピンクい気分の時とかにどうかなと思いまして、どうですか？意外と可愛くない？めっちゃ軽いから絶対に使いやすいしさ、鼻も痛くならないしさ、良さそう。これでさ、なんか水着とか着たらすごい可愛くない？やっぱり、こういう色物とか、ちょっと挑戦したいものとか、やっぱりさ、お安くゲットして試したいというか、なんかそういう時も私はこういうテムさんとかでお買い物したいなと思っていて、これめっちゃいい。夏に使おうかなと思います。はい、お次は、じゃーん、見て。可愛くない？こちらは、スタンドですね、携帯とかの。ここに携帯をさ、こう、斜めにこう立てかけて使うやつなんですけど、ハート型があったから、ちょっとこちらポチってみたんですけど、普通に可愛くないですか？まあ、携帯で私さ、撮ってるからさ、あれなんだけど、ちょっと待って。これ鏡なんですけど、見て、こういう感じ。めっちゃ良くない？でさ、このさ、下もハートなのがすごい可愛くって、やっぱスタンドとかってさ、無難ななんか、ものが多いけど、ちょっとハートだったらなんかすごい可愛いかなと思って、こちら買ってみました。ここでね、こう、傾きも調節できるんで、どんな時でも使いやすそう。ゲームしたりとかもできるし、私お母さんと結構テレビ電話するので、そういう時も、やっほーって電話しやすそうです。めっちゃいい。はい、お次が、これね、私ずっと気になってたの、なんか、TikTok かなんかで見て、気になっていたものなんですけど、じゃーん！これ何かわかります？これはですね、綿棒を入れるやつで、めっちゃ可愛くない？ここから出てくるの。一本ずつ。めっちゃ良くないですか？可愛いし、見やすいしで、絶対使いやすいし、
ついにこちらゲットしました。地味にめっちゃ嬉しいです、こちら。可愛くない？普通に。実用性もあるし、見た目も良くて。で、これめっちゃ軽いし、すごくいい。はい、お次はコップ。可愛い！めっちゃ可愛くない？で、このサイズはやっぱさ、めっちゃ使えるじゃないですか。とっても綺麗。ほら。はい、こんな感じで。めっちゃ可愛いです。で、多分同じ模様かな？これは多分。同じ柄っぽい大きめのもゲット。めっちゃ可愛くない？こっちはなんかもうほんとごくごく飲みたい時。で、これはまあお酒とかでも使えるし、まあどっちも使いやすいですよね。はい。めっちゃ可愛くない？綺麗。これは絶対欲しくてさ、すぐね、ポチりました、これ。で、すっごいしっかりしてて、ちゃんとガラスだし、かわいい。早く使いたいです。あともう一つね。じゃーん！このコップも買ってました。そう、最近ね、コーヒーマシーン買ったんですよ。で、お家でコーヒー飲むことが多くって、で最近は氷を入れて、アイスコーヒーにするんですけど、結構薄めちゃうんですよ、私。アメリカーノみたいな感じで。なので、これくらいのサイズ感をもうすごい使いたくって、そう、これも買いました。めっちゃ可愛くない？これも。写真もめっちゃ可愛くってこんな感じで。このサイズがさ、使いやすいからさ、このサイズにしました。模様もめっちゃ可愛いし。軽いし、使いやすそう、めっちゃ。こちら食器も買ってみました、私。じゃん！可愛くない？こちらセットだったんですけど、こちらのレンゲと、これは一応電子レンジ可能？対応しているもの？が私欲しくってずっと。めっちゃ可愛くて、なんかスープ飲む時とかでもいいし、お味噌汁とか、普通にこのままさ、冷凍のご飯とか入れてチンできるわけですよね。すごい可愛いなと思って、こちらもすぐポチりました。で、ちゃんと素材もしっかりしてるし、こんな感じでたくさん入りそう。テムさんめっちゃありました、食器も。めっちゃ迷った、だから。でもこのドットは本当に可愛くて、結構見つけた瞬間すぐに、ピッてカートに入れました。で、このレンゲも普通にさ、使いやすそう、めっちゃ。これと一緒にこういう感じで使おうと思います。お次はこちら。めっちゃ可愛くない？え、超可愛くない？テムさん、花瓶もめっちゃありました。めっちゃ迷いました、花瓶は、正直。で、なんかお家にないのを考えて、持ってないようなものを選びました。なんかさ、お花ってさ、買うとき結構2、3本で買うことが多いので、なんかそれで使いやすそうな、なんか大きすぎてもさ、お花いっぱい買わないとだしとか、まあ、一輪もなーみたいな思っていて、私は。で、まあ2、3本がちょうどいいくらいの花瓶が欲しくって、こちら、ホワイトにゴールドのデザインめっちゃ可愛くない？ずっしり。重みもあって、めちゃくちゃ高級感があるから、これも超当たりじゃない？めっちゃ可愛い。なんか私バラが一番好きなんですけど、ちょっとバラとか、めっちゃ合いそうじゃないですか、これ。じゃん、こちらです。なんぞやって感じだと思うんですけど、これは、コルクとルアがご飯を食べるときに、ご飯のお皿の下に敷くマットです。で、裏が滑り止めになっていまして、で、こっちは防水というか、洗いやすいものになっていて、二人とも食べるときに、こうちょっと落としながら食べるか、なんて言うんですか。加えて、舌でこう、むにゃむにゃしたりとか、結構そのお皿の周りもう使うことがあって、で、今まではなんかラグとかの上で食べてたんだけど、やっぱそのまま残しておくのもさ、二人にとってもあれなので、こういう、洗える、そういう専用のマットを買ってみました。めっちゃ良くない？サイズ感もすごいちょうど良くて、こういう二つ置く感じで。で、ちゃんと滑り止めもついてるから、こう食べてる時にこう押しちゃってさ、動くこともないし、しかもこのグレーですごい可愛い。良くない？で、ご飯食べる前に引いて、食べ終わったら、拭いたりして、お掃除して、って感じで使おうかなと思います。で、ほんとペット用品もめちゃくちゃあって、びっくりしました。すごい楽しかった、サイト見るのが。はい、これご飯だけ使おうね。はい、お次はですね、ご飯にちなんで、コークとルアのご飯をあげるやつ買いました。で、なんかワンコはさ、ご飯食べる時とか、お水を飲むときに、こう、下向けすぎると、ちょっと首とか背中に良くないって聞いたことあって、なのでちょっと高めのご飯あげるやつが欲しくって、で、ルアーはもう位置高めのを使ってたので、今回はコルク用にゲットしてます。できた。可愛いですね。じゃーん。可愛くない？めっちゃ可愛いよね。すごい軽くて。こんな感じで後ろに滑り止めもついているので、こう動くこともないし、
良くない高さも。で、これをこのさっきのマットを上にこうやって引いて食べるってことですね。え、めっちゃ良さそうじゃない？可愛いし、たくさんちゃんと入るし。え、すごい可愛い。高さちょうどいいといいな。こんな感じで、ホワイトでめっちゃ可愛いです。柄もすごい可愛くない？で、しかもさ、洗うときは、ここを洗えばいいわけだよね。それもすごい楽ちんで、いいなと思いました。はい、お次はじゃーん！これは、コルクとルアの冷感クールマットみたいなやつです。夏用の二人用の座るクッションなんですけど、あ、もう私のってわかる、かわいい。え、めっちゃいい。後ろが一応滑り止めになっているので、かわいいね、この滑り止めも。で、こちらが冷感のマット。あ、冷たい。確かにすごっ、ひんやりしてます。めっちゃこれでね、夏さ、二人が暑いといけないので、こういうのもよく使うんですけど、夏は。こんなのも売ってたので、ちょっとこういうの買ってみました。ちょっと青みの入ったグレーで、インテリアにもね、邪魔しない感じで。すごいさ、分厚いし、めっちゃしっかりしてる。なんだろう、ずっしりしているから、安く思えない感じです、これは。で、カラーもね、3色ぐらい。あったんですけど、ちょっと私はこの色にしました。なんかさ、あのカートとかさ、私2匹いるから、カートを1人の時使うんですけど、そこの中にさ、引いても良さそう、サイズが合えば。ってぐらい、気持ちいいので、夏に本当にいいと思います。いや、ありがたいですね。こんなのも売ってるなんてさ、最高。We love pet って書いてあります。お次が、ちょっと楽しみにしていた、見て。じゃーん。いや、これさ、めっちゃ楽しみにしてた、私。見て！かわいすぎない？かわいい！二人のベッドです。気になるね。これ僕のってわかんなんて。かわいい！めっちゃかわいくない？これ一応 S サイズで、ちょっと待って、ほんと気づいちゃった、二人のって。嬉しい嬉しいですね。ちょっと紹介してからでもいい？え、見て！なんか私動画でこれもめっちゃ見たことあって、うわ、絶対これあったら可愛いなって。痛い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 、ルアちゃん待って。一回洗ってから使おう。なんかラジャンの声。これ。ちっちゃかったね、これね。ルアちゃんこれ。はい、お次は、ちょっと私、お洋服も買いましたので、ちょっと服ゾーンに行こうかなと思います。ちょっと、普段とは違うの買っちゃいました。見て、ほら。じゃーん。普段の私からは考えられない。こちら、花柄買いました。ちょっと着てこようと思います。じゃん。え、どう？可愛くない？こんな感じで。めちゃくちゃ伸びる、見て。めっちゃ着やすいです。サイズもぴったり。で、今一応ブラトップしてるんだけど、全然透けないし、このレースもめっちゃ可愛くて、一応デニム合わせしてるんですけど、丈感はこんな感じ。ちょっと夏に若干ガーリーな気分になる時もあるので、そういう気分の時にさ、着たいなと思ってまして、え、めっちゃ気に入っちゃったかも。めっちゃ着やすいし、サラサラしてて、夏もすごい着やすそうな素材、こんな感じで。夏過ごそうかなと思います。はい、でお次がまただいぶ違う感じなんだけど、ヒョウ柄流行ってるの知ってます？結構ヒョウ柄のもの出てて、その中ですごい可愛いなと思ったのを買いました。ちょっと着ていこうと思います。じゃん。これもめっちゃ着やすい、見て。こんな感じですごい夏素材になっていて、こんなサイズ感です。よくない？よくない？ちょっとこれも夏に1枚で着たいなって感じなんですけど、丈感も長すぎないので、デニムに私的にはインしなくても可愛い丈感で、すごい着やすいなって感じです。で、胸元も全然開きすぎないから、すごい着やすさがありますね。でさ、この配色もめっちゃ可愛くない？ここと、このこの色がめっちゃ可愛いけど、こういうベージュにしてくれてるおかげですごい着やすくなってる気がする。ハリジェンヌは本当にヒョウ柄をファッションに結構取り入れていて、ヒョウ柄と赤のなんかバッグとか使っている人を見て、すごい可愛いなと思ってたので、ヒョウ柄をゲットしてみました。可愛い。はい、お次はじゃん。
こちらいつもの私らしい服装になったんですけど、バンショルの、こちらは一応長袖のトップスです。可愛くない？長さはこんな感じで、これもめちゃくちゃ着やすい。見て。で、全然チクチクもしなくてサラサラしててめちゃくちゃ着やすいです。配色がすごい可愛くって、可愛くないですか？これは長袖なので、まあ秋とかに着たいなって思ってるんですけど、丈感もいい感じで、こういう感じでデニムにインしてきて、これもさ、本当にすごい動きやすいから、ほら、めっちゃ着やすいの。ワンショルってやっぱ可愛いですよ。画像めっちゃ可愛くて、この商品画像の時にもうこれもね、結構早めに決めましたね。それとかまだ長袖のね、日とかがあるので、そういう日にもね、まだいけるなと思いまして、こちらを買いました。もうワンショル大好き人間なので、こちらたくさん着ようと思います。はい、かわいい、待ってくれてんの。ね、お次はこちらです。じゃーん。これも私ずっとこういうものがあるっていうのを知っていて、ずっと気になっていたんですけど、なんか思ったより大きくない？すごい大きいんだけど、これはコードとかを隠すやつです。もうさ、私も今ソファーのところ周りにめちゃくちゃ充電器の線とかがめちゃくちゃありまして、そういうのがやっぱさ見えると、まあ、生活感というか、生活感あっていいんだけど、こういうので隠せるなと思っていて、この機械にゲットしてみたんですけど、中はこんな感じ。なんか見た目も可愛いし、多分こっからコードを出すんだよね。すごーい。これでさ、隠せるならめっちゃ嬉しいなと思って。すごい軽くって、めっちゃ使いやすそうです、これ。で、こっからさ、コンセントとか挿す場所を出して、で、この中に長い線とかを隠すっていう感じですよね。めっちゃ可愛くない？お家にも合いそうじゃない？お次が、じゃーん！何だと思います？これ、キャンドルを作るケースです。キャンドル作ってみたいなと思っていて、たくさんこういうの出てきまして、ちょっと一番可愛いのを選んだんですけど、見て、え、すごくないですか？よくない？シリコンだしさ、何回も使えるし、何個も作れそうで、めっちゃいいなと思って、楽しみ、作るの。ちょっと次もね、めっちゃ気になっていたやつ、じゃん。香水がお家に多くてですね、普通に並べてるだけなんですよ。で、それを、わ、やばい。作れるかな、私。それを、並べるやつなんですけど、これ一緒に作ってくれる？かわいい。ちょっと作ってみます。できたくない？じゃん！完成！え、可愛くない？こんな感じの説明書だったんですけど、ちょっと不器用な私でもできました。皆さんできると思います。可愛い。こんな感じで香水とかをこうやって置いて、え、可愛くない？しかもさ、ちゃんとさ、広いから、この幅もたくさん置けそうです。しかもこんな感じで持ちやすい感じの重量で、よかった、できないかと思ってちょっと焦ってたでも割とすぐできました。わーい。なんか高級感ありますよ、めっちゃホテルみたいなさ。私は香水を置くんですけど、なんかスキンケアとか置いてもめっちゃいいと思うんだよね。とってもお気に入りになりました。はい、最後になるんですけど、次もちょっと組み立てです。これもめっちゃ可愛いのよごめん、びっくりしちゃった。今からこれを作ります。サイドテーブルの完成。じゃーん。おー、めっちゃしっかりしてますよ。めっちゃ簡単だった、作るの。こんな感じで、めっちゃ可愛くない？なんか伝わってる？家感すごい？めっちゃ簡単に作れましたこんな感じでえ、可愛い。こんな感じで飲み物とか置いて、ソファの
横とかに置こうかなと思っております。わ、これでざっと全部紹介したかも。はい、こちらで私のテム購入品全部紹介しました。いかがでしたか？もうお洋服からさ、花瓶とかお家の小物から、あのコルク立てるペット用品まで、ね、たくさんゲットできて私はとっても満足です。はい、最後にもう一度ね、この今回のお得なキャンペーンについてもう一度紹介していこうと思います。概要欄のリンクをクリックする、またはアプリの検索バーで DPT2565 を検索すると 30% オフのクーポンをゲットできます。お得すぎる。送料無料プラス90日以内でしたら返品も無料でできるそうです。で、クーポンが24時間以内に有効ですので、ちょっとそちらだけね注意していただいて、早めにお買い物していただければなと思っております。ね、めちゃくちゃこんな感じでお得にお買い物できますので、ぜひ、概要欄をチェックして 30% オフクーポンぜひゲットしてください。本当にいいお買い物ができたので、ぜひクーポン使ってみてください。では今回も見ていただきありがとうございました。バイバーイ。